デンデルモンデは、ベルギーのオーストフランデレン州に位置する、都市、ないし、それを中核とする、基礎自治体。後者は、デンデルモンデ市と、アッペルス、バースローデ・フレムベルヘン・メスペラーレ・アウデヘム、スホーナールデ、シント・ヒリスイコールベイイコールデンデルモンデの各町から、構成される。デンデル側とスヘルデ側との合流点にあることから、命名された。フランス名は、テルモンドである。 アッペルースから発見されたら、テーヌ文化の遺物は、戦史時代からスヘルで川流域に人類が居住していたことを物語る。2世紀と6世紀の古墳も、ガロローマ文化からメロビング町にかけて比較的大きな集落が存在したことの証左である。843年のベルダン条約でロタリンギアに編入されたが、883年のノルマン人信仰で、 フランドルハクボードアン2世に占領され、フランドルハク領に組み込まれた。ブリュッセルモン10世紀には、オットー2世が取りを築き、一体への入植を奨励した。1233年に、特許状が可視されて、以降は、織物業の繁栄に支えられ急速に発展。修道院、礼拝堂、教会などができ、死壁も巡らされた。14世紀末には、 マーケット広場に織物の取引所と主労が建てられた。一方で、ヘントなど、他都市との熾烈な競争や近隣からの襲撃や略奪にもさらされた。1384年に、バロアカケーブルゴーニュ家の支配下に入った。フェラリスの地図のデンデルモンデ市街16世紀に入ると、デンデルモンデは衰退に向かった。1572年に、 パルマ港、アレッサンドロ・ファルネーゼキカのスペイン軍が、市中に侵攻し、町は壊滅した。彼らは、デンデル川とスヘルデ川との間に砦を築いた。1667年に、フランス軍が市街を奪還したが、1706年の、マールバラ港、ジョン・チャーチル率いるイングランド・オランダ連合軍との、戦いでは甚大な被害が出た。その後、支配者となったオーストリアは、 フランスのさらなる攻撃に備え都市の守りを固めたが、ルイ15世による包囲を最後にそれは途絶え、数年後に取りでも解体された。産業革命と地元の綿火産業に支えられ、18世紀、後期はおおむね繁栄。融資、聖火、比較などの参入に伴って、港湾施設は近代化され、鉄道も開通した。一方で、 第一次世界大戦での戦火は過熱を極めた。家屋の過半数が破壊され、公文書は焼かれるか空襲を受けるかして怪人に返した。今日、デンデルモンデ氏は地域の行政、経済、教育、医療の中心地となっている。ベギン会修道院デンデルモンデを有名にした10年に一度行われる教会行列では、ロスベイアールトという巨大な馬の像が、 支柱を練り歩く。言い伝えによると、この馬はカール大帝の侵略から主人と三頭の兄弟を守ったという。2006年8月19日、28人の囚人がデンデルモンで刑務所から脱走した。そのうち7人は数時間のうちに拘束され、残りもイタリアとロシアで捕らえられた。古くなって錆びついた女王を見て脱獄を思いついた彼らは、 シーツで互いをつなぎ、壁をよじ登って、公衆電話のボックス図体に逃げるという実に、単純な方法で犯行に及んだ。2009年1月23日には20歳の、フランドル人、キムデヘルダーが、新トヒリスイコールベイ,イコールデンデレモンデ村の、保育施設を襲撃。職員1人と8ヶ月と9ヶ月の児童2人の、計3人が殺されたほか 20人近くが負傷した。イタリアの歌手、リチアーノ・リガブエはこの事件の犠牲者を忍び、クアンド・ミビエニエ・プレンダラの曲を捧げた。ありがとうございます。